Qチャンネル。はい、どうも Q です。本日はプラネットズーの続きをやっていこうと思います。こちらは前回作った、景観ですね。左上に出ている写真をですね、参考に作ってみました。ちょっとね、角度とか違ったりとかしてますけども、だいたい雰囲気を似せて作りました。では夜の風景も見ていきましょう。家の部分をね、ライトアップしてこんな形で作ってみました。はい、ということでですね、今回動物を新しく1匹入れていこうかと思います。前回作ったこちらの飼育エリアのですね、1箇所を使っていきたいと思います。今回もね、新しい、ダウンロードコンテンツに入っている動物になります。名前をアメリカアリゲイターというですね、ワニさんになりますね。はい、では作っていきますので、いつものコーナーでコメント返しのコーナーをしていきたいと思います。はい、では小鳥さん、サブということですね。 Q さん、こんにちは。アシカかわいいですね。細かい家具まで相変わらず器用さと作り込みがすごいです。外観がジブリの映画のマーニーに出てくる家に似てるかなと思いました。夜景も綺麗ですということです。いつもありがとうございます。思い出のマーニーね、確かに似てるかもしれないですね。小鳥さんの動画ね、毎回ね、見させてもらってます。すごくね、いい建造物とかがあるのでね、挑戦してみたくなります。本当にね、コメントまでしていただきありがとうございました。はい、では次の方、天猫子さんですね。アシカさん、見慣れたアシカ、かわいいということです。いつもありがとうございます。アシカさんもね、こんなに近くで見ることがないのでね、リアルでいいですよね。こういうゲームってね、やっぱりそういうとこが魅力的ですよね。はい、ではありがとうございました。ではアスナビさん、飼育員さんの餌やりなど見れたりしますかということです。いつもありがとうございます。餌やりありますね。またね、動画でも出していきますので、ぜひね、また見ていただけると嬉しいです。本当にいつもありがとうございます。今回紹介させていただいた方々、皆さんね、ご自身の YouTube チャンネルをお持ちです。ぜひよろしければね、そちらの方も見に行っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では動画の方に戻っていきたいと思います。今回入れていく動物はアメリカアリゲイターと言います。名前の通りね、北アメリカの南部の川、沼などに、淡水にね、生息しております。体長がですね、300から500センチ、また体重が200キロにもなる、結構大型のワニさんになります。こちらもね、やっぱり大変危険な、動物さんになっております。近づくとね、やっぱり警戒で噛みついてきたり、お腹が空いているとですね、人間も襲われたりするそうです。もしね、旅行中に見かけてもね、近寄らないようにしてください。中高生で日中に、採食しますが、肉食で主に魚ですが、昆虫、貝、爬虫類、哺乳類、鳥類などサイズに問わず何でも割と食べますね。成長するにつれて獲物も大きくなり、最終段階には豚や鹿、牛など大型動物も食べてしまうそうです。いやー、怖いですね。人間もね、襲われるぐらいなんでね、やっぱりそうなるんでしょうね。そんなアメリカアリゲーターなんですけども、見た目ね、ほんと恐竜みたいですよね。太い尻尾もそうだし、強靭な顎やね、あの鱗なんかもそうですよね。いや、昔ね、そのアリゲーターの祖先はね、1万5000万年以上に地球上に出て、その後6500年前にね、あの恐竜が絶滅した時ですね、この時も頑張って生き延びたと言われていますね。はい、ではですね、こんな形でワニさんのお話は終わっていきたいと思います。では動画の方に戻っていきます。今こういう形でですね、ちょっとこう色付けをしております。こうすることによってね、ちょっとリアル感が出ますよね。立体感といいますか、やっぱりね、あの何事もね、こういう形でちょっとね、立体感を持たせるといい形になります。はい、ではですね、飼育員さん見ていきましょうか。
元気ですね。ピンク色の髪の毛がすごくファンキーでいいですね。はい、ということで、登場です。アメリカアリゲーターさんですね。かっこいいですね。ではちょっと中を見てきます。結構今の状態で気に入ってる感じですね。ここだけちょっと修正しましょうか。赤いところがありますね。では、修正の方終わりましたので、今度はもう少し整えていきます。だいぶね、Q2 でもこうやってね、岩の装飾とかもだいぶ慣れてできるようになってきました。それでもね、まだまだ上手い人たちに比べるとね、全然ですけども、いやね、最初の頃はね、ほんとね、平坦であまり立体感もないそんな飼育エリアでね、結構ね、こういう装飾もね、あまりできてなくね、ただ木を植えただけみたいな、そんな感じのね、飼育エリアも多かったですね。はい、ということでですね、音楽が変わってきましたので終盤となります。よく見るとね、あの砂場のところがね、こう渦巻き状になっていて、なんかソフトクリームにも見えますよね。アイスクリーム食べたくなりますね。ではそろそろ、飼育エリアの方も終盤となります。アメリカアリゲーターさんたちをね、また見ていきたいと思います。はい、こんな形でできましたね。では、アメリカアリゲーターさんたち見ていきましょう。おお、迫力あるなぁ。お、飼育員さんがジャンプしましたね。いやーすごいな。ちょっと前にね、動画の方に出させていただいたイリエワニと比べて、ちょっとこっちは顔がぺったり、こう平べったい感じがしますね。あちらのあのイリエワニさんはね、もうちょっとスマートな感じがしましたけど、このなんか顔がすごくひょうきんな感じがして、ね、可愛くもあり、そしてかっこよくもありますよね。いやー迫力ありますね。動物園なんかでね、見かけるんですけども、こういうワニさんのね、口の中に物を入れてね、ウェイすごいタイミング。おー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 、楽しそうですね。ワニさん気に入ってくれたかな。そうそう、話の途中でしたね。口の中にね、物を入れた段階でね、ワニさんがずっと口を開けていて、ワニさんの口のね、上の方、上顎の方かな、をツンツンってやるとこうしまってね、食べ物を食べるという、そういった芸とかがありましたよね。あれやっぱりね、どうやら上顎を触るとですね、そこに食べ物があるっていう風に認識してるみたいですね。お、登ってきました。いやーね、実際に見るとね、すごくね、迫力があってね、食べるシーンとかもね、もしゃもしゃ食べてるのでね、やっぱりそういうところを見るとちょっと怖さも感じますね。お、喜んでるのかな。はい、では水中の方も見ていきましょう。こんな形になっています。気持ちよさそうですね。現在ね、このアメリカアリゲーターなんですけども、絶滅危惧種には指定されておりません。残念ながらね、日本の動物園ではどうやら見れないようですね。他のね、ワニさんたちはいるようですけども、アメリカアリゲーターさんはいないようです。一応ね、世界的には保護活動が進んで、数もどんどん増えていっているという動物になります。もうちょっと怖いですよね。はい、ということでですね、そろそろ終わっていきたいと思います。最後まで見てくれた方々、本当にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、またコメントなんか残していただけると大変励みになります。よろしくお願いいたします。こんなね、ゲームだからこんな風に近くに寄れるんですね。下から見た風景もね、なかなか新鮮ですよね。はい、では終わっていきたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。